はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて皆さん、一つね、私の方から告知がございます。この度ですね、配信でやってましたタコスキングダム再建国ですね、このワールドがですね、24時間サーバーに対応しました。ということでね、参加方法等は概要欄に貼っておきます。もしね、見学したいっていう方や、自分も一緒に建築がしたいっていう方はね、ぜひ入ってもらって、建築等自由にしてもらって構いません。まあ期間はですね、一応レンタルサーバーで1ヶ月で開放してるんですが、もし好評だったらね、もう少し延長することも考えてみようと思います。まあこのタコスキングダム24時間サーバーなんですけど、コンソールがね、マルチプレイのため使えません。なのでモッドでですね、コンソールを使えるモッドがございます。それがこちら SK ツールボックスですね。これを入れることによって、デバッグモードでね、誰でも簡単に建築することが可能なので、モッド入れてもいいよっていう方は SK ツールボックス入れて建築をすることをね、お勧めします。建築勢の方、あなた方の腕前をぜひこのタコスに見せていただきたいですね。ということで、参加のほどお待ちしております。さて今回は平地編最終仕上げになります。タール池の解説と、そしてね、ヤグルスの祭壇、これを見つけていこうと思います。さてタール池解説しようと思うんですが、先にね、装備の方紹介しておきます。まあ食事ですね、平地用の食事、パン、そしてロックスのミートパイで、ここはですね、できたら魚の包み焼きとかの方がおすすめです。まあ私ちょっと魚釣るのめんどくさいんで、狼串にしてます。はい、で装備ですね、装備なんですが、もちろんですね、糸装備でも大丈夫なんですけど、まあタール池のね、敵にグロースという気持ち悪い黒いスライムがいます。そいつらをまあ倒すためには、できたらですね、機動力の高い装備の方がいいですね。トロル装備、まあ、もしくはフェンリス装備がおすすめです。なのでね、もしタール池を回りたい場合、はこのフェンリス装備がおすすめです。そして矢なんですけど、矢はですね、タール池を攻略する際は火の矢おすすめです。あとは武器ですね、武器はですね、今回山嵐使います。まあ最強装備のね、一択として挙げられる山嵐ですね。まあ針と鉄、この辺でね、作れるんですが、タール池をね、攻略する際は、まあこの山嵐、もしくは鉄のメイスでもいいですね。やつは叩きが弱点なので、まあその2つどっちかで戦っていった方がいいかなと思います。さてそれではですね、タール池行ってみましょうか。ふう、やっとあった。今分かりやすいように森土の上にいるんですが、まああれがですね、タール池になります。このタール池ですね、最初見た時はまあこんな感じの顔になってると思います。まああのね、黒いスライムがうよいよいるんですが、このタール池で何が手に入るかというと、タールというね、アイテムが手に入ります。このタールを入手することによって何が作れるかという話なんですけど、まあ主に建築ですね、建築のクラフト増えます。あとはですね、タールを入手したらぜひ作っていただきたいこの風呂桶、これもですね、作れるようになるので、まあタールはですね、建築勢の方はね、結構必要になってくるアイテムです。そのタール池を、まあ、守ってるこの黒いスライムですね、ちょろちょろいるんですが、あれがグロースというスライムになります。まあこいつらがですね、結構強くてですね、1対1ならまだしも、まあ2対1とかになってくると結構不利になってきますね。まあなので一応ですね、戦うパターン3パターン用意してます。遠距離で弓矢で戦う、もしくは至近距離で山嵐で戦う、3番目はですね、他の敵に襲ってもらう、この3つですね。一番おすすめのパターンは3番目の他の敵に襲ってもらう、これがですね一番硬いです。さてそれでは1番からね、順番に解説していきましょう。まず1番、弓矢で遠くから戦うってことですね。このグロース何が効くかというと、火の矢です。まあもしくは銀の矢とかでも大丈夫ですね。この火の矢を相手の範囲外ですね、攻撃が認識してないうちに攻撃を当てます。まあするとですね、まあ2発ぐらいで倒れますね。まあよっ
ぽど弓矢の腕がある方はこんな感じで倒してもらっても大丈夫ですね。続いて至近距離なんですけど、至近距離は先ほど紹介した山嵐もしくは鉄のメイス、これになります。このグロースこんな感じでですね、黒い玉を吐いてきます。この黒い玉を受けるとタールまみれというねデバフがついて、移動速度がね大幅に低下しちゃいます。まあ、なので近接で戦う際はこの黒い玉を避けつつ山嵐をぶつけるというのがね一番硬い戦法になると思います。ただ近接戦結構ですね危険なので、まあ不安な方は大骨の加護を使って戦うとかでも大丈夫ですね。このグロースの攻撃が終わった直後に攻撃すると、まあこんな感じで倒せます。まあ2匹いるとね、あと1匹の攻撃は基本的に当たると思うんですけど、まあ大骨の加護とかを使って戦うのをおすすめしますね。はい、このね2点が自分で戦う場合の戦闘方法になります。ただね結構ね複数体いると強いので、あんまり自分で戦うのはおすすめしないですね。一番いいのは他の敵に襲わせるということですね。このグロースというスライムですね、平地にいますが平地のどの敵とも敵対してますね。ロックス、デスキート、そしてゴブリンども、このね3種類の敵と敵対してるので、まあ一番手っ取り早いのはね、あそこのゴブリンの拠点ですね。あそこからゴブリンを連れてきてグロースを倒すという方法ですね。まずはですね弓矢等でゴブリン村をね適当に襲います。結構いますね。バーサーカーも連れていきましょうか。とまあこんな感じでですねゴーブリンどもを引き寄せます。そしてあのグロースたちがいるところですね、この辺りで適当に攻撃を避けてると、もう自然とですねゴーブリンとグロースが戦ってくれます。こんな感じでね、まああとは見てるだけですね。まあゴーブリンがやられてもグロースがやられてもどっちも美味しいので、今回はゴブリン勝ちましたね。この方法がですね一番手っ取り早くグロースを倒す方法ですね。さてタール池ですね。このタール池何があるかというと、こんな感じでねタールがあります。結構いっぱい拾いますね。この池にも大きい小さいあるんですけど、まあ平均5、60ぐらいは取れるんじゃないですかね。このタール池に埋まってるタールですね、これはね拾うことができません。タール池の外にあるタールは拾えることができるんですけど、タール池のね中にあるタールは拾えませんね。じゃあこれをどうやって入手するかという話なんですが、まあいろんな方法あるんですけど、まあ一番早いのが穴作ることですね。別の穴を作ってそこにタールを流し込んで、タール池のねタールを全部抜いてしまうというのが一番有効な方法ですね。さてそれではね穴掘っていきましょうか。まあ大体そうですね、タール池の大きい小さいによって結構変わりますね穴の大きさは。まあ、今回は余裕を持ってまあこんな感じにしときましょうか。まあだいたいツルハシこの1回分を1と考えた場合に 5×5 ぐらいですかね。これぐらいの穴をね掘っていきましょう。結構深く掘ります。はい、できましたね。まあ途中でですね掘るのめんどくさくなったんで、まあこれだけ大きければ大丈夫だろうということで、まあこれぐらいのね大きさの穴を掘ります。さてお次はですねこのタールを流すための道を作ります。はい、こんな感じでね道を作ってると、もうすでにねどんどんタールがね別の穴に溜まっていきます。まあこんな感じでタールを抜いていきますね。そして最後にねこの溜まったタール、これもね流していきます。この一番下にですね結構タールの大きな塊があって、そこでねタールを大量に入手できるので、このタール池はね一番下まで抜いた方がいいですね。
ふう、これでね、なんとか抜けましたね。で、下の方までタールを抜くとですね、こんな感じでタールの大きい塊があるので、まあ、これをですね、拾うことによって、結構ね、大量のタールが手に入ります。ふう、これでなんとかですね、タールを取り終えましたね。まあこんな感じで穴を作ってそこにタールを流す。これがですね、タールを余すことなく入手する方法になりますね。まあ今回は結構取れたな。あ、80個ぐらい取れましたね。もうちょっと大きい池だったらもっと取れるかもしれないですね。お、やっとあったな。結構ね、歩きまくったんですけど、ようやくね、見つけました。これがですね、ヤグルスのロケーションマップですね。なるほど、近いですね、結構。まあ、こんな感じのところにあるか、もしくはね、こういうパターンもあります。まあ、基本的にね、ちょっと変わったところにあるので、なんかちょっと変わったような石の建造物見つけたら、まあ、その辺を探してもらったらロケーションがね、あることがありますね。ふう、やっと着いたな。ここがですね、ヤグルスの祭壇です。まあ、結構ね、こんな感じで、はっきりと分かりやすい形をしてるので、ロケーションを見つける前に、このね、ヤグルスの祭壇を見つけるということも多いですね。はい、さて、長旅からね、帰還いたしました。いやー、結構、平地をね、歩いてましたね。まあ、3時間くらいかな。結構ね、長かったですね。タールを入手してね、一番最初に作った方がいいのはこのね、風呂桶ですね。これ風呂桶、沸かしてる最中だけになりますが、ハイテク度がね、2上昇します。ちょっとね、判定あれなんですけど、まあ2上がって13になってますね、今、快適度が。なのでまあ、タールを入手したらね、せっかくなんで、この風呂桶も作っておきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、タール池の解説と、ヤグルスのね、祭壇について解説してみました。まあ、タール池ですね、結構個人で戦う分にはかなりしんどいので、まあ、ゴブリン村のね、ゴブリンに襲わせる方が一番手っ取り早いですね。そしてタールを入手する際には、タール池のね、タールを抜くために別の穴を掘るということをね、やってもらえればタールは簡単に入手できます。そしてヤグルスの祭壇ですね。まあ、ヤグルスの祭壇は直接見つける場合も結構多いと思います。あんな感じで変わった形をしてるのですぐ見つけられますね。あとロケーションはね、結構ない場合が多いですね。変わった場所にあるので根気強く探してみてください。さて次回はですね、いよいよ解説動画最終回、ヤグルス討伐編になります。ヤグルスですね、現状のボスの中ではやはり最後のボスということもあって、対マンで戦う分にはかなり強いです。かなり強いですがご安心ください。タコス、ヤグルス討伐戦も裏技、反則技2種類用意してますので、必ず勝つことができます。次回はですね、その必ず勝つ方法をご紹介しようと思ってるので、次回も楽しみにしてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。